皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は実況パワフルプロ野球2018のファミ通紹介をしていきたいと思います。続報、プロ野球2018シリーズが開幕を迎えて心躍る季節が到来しました。実況パワフルプロ野球の開幕も迫ります。2018シーズン開幕間近、野球ゲームの定番実況パワフルプロ野球シリーズの最新作で最新のプロ野球選手のデータを搭載するとともに、おなじみのモードに新要素が加わってますます内容が充実しました。開発間近の今回は栄冠9の詳細や本作がより楽しめる情報をまとめてお届けします。パワフロー2018で楽しめる主なモードのおさらい。さまざまなモードで思う存分野球を楽しめる本作は、今回紹介していく栄冠9の他にも多くのモードが収録されています。対戦や練習のほか、下記で紹介しているおなじみの人気モードも楽しめます。サクセス、練習やイベントで経験点を稼いでオリジナル選手を育成するモードで、本作では野球高校野球編として3つのシナリオが用意されています。シナリオ、パワフル第二高校、南国リゾート学園、五流亭高校、マイライフ、一人の選手になってプロ生活を楽しむモードです。入団から引退までプロ野球の日常を楽しめます。実在のプロ選手になってプレイできる憧れ現役選手編が復活しました。ペナント、プロ野球を一つ選んで日本一のを目指すモードです。選手の潜在能力を引き出したり、AF やトレードを駆使してチームを強化していく4年に一度の国際大会も開催されます。パワフェス、野球の祭典パワフェスは、試合を繰り返して倒した相手を仲間に加えながら頂点を目指すモードです。試合での活躍具合によって能力が高い選手の育成も可能です。で、そうですね、栄光9で甲子園を目指しましょう。パワプロファンにおなじみのモード栄冠9が本作にも収録されています。大きな変更点はオンライン甲子園大会が開催されること。育てたチームをエントリーしてから、あとは活躍する球児たちを見守りましょう。基本的なシステムは従来通りで、入学してきた球児たちに練習指示を与えて成長させていく名監督になって甲子園を目指しましょう。オンライン甲子園で日本一に。ではちょっと右と左の方にいる、選手の紹介をします。あくまでゲームキャラクターとしての紹介なので、本人とは また別人ということで踏まえてください。ではまずは福岡ソフトバンクホークス、中村晃。能力詳細は弾道3、ミート D、パワー D、走力 C、 権力 E、 守備力 B、 捕球 D、 特殊能力固め打ち、粘り打ち、バント職人、うちのだアンダー丸、コースアウトコースヒッター、盗塁 F、 選球眼。続きまして、埼玉西武ライオンズ、秋山翔吾。権力は、能力詳細は弾力3、弾道3、ミート B、パワー B、 走力 B、 権力 A、 守備力 A、 捕球 B、 特殊能力は怪我しにくさ A、 走塁 B、 送球 B、 アベレージヒッター、固め打ち、うちの安打丸、初球丸、対左選手 F、 対左選手 F、 選球眼。続きまして、東北楽天ゴールデンイーグルス、三間学ぶ、
能力詳細は投球150キロ、コントロール B、スタミナ B、スライダー3、カーブ2、フォーク2、ツーシーム、特殊能力、遠球丸、内角攻め、一発。で、続きましては、オリックスバッファローズ、中島博之、能力詳細は、弾道3、ミート B、パワー D、走力 E、権力 D、守備力 E、呼吸 F、特殊能力は、広角打法、打ち流し打ち、固め打ち、満塁男、ローボールヒッター、ダメ押し、怪我しにくさ、EF、三振、エラー、暴殺、まあ、いいや。で、続きましては、北海道日本ハムファイターズ、清宮幸太郎、能力詳細、弾道3、ミート E、パワー C、走力 E、戦力 F、守備力 F、呼吸 F、特殊能力は早球 F。で、続きましては、千葉ロッテマリーンズ、鈴木大地、能力詳細は、弾道3、ミート C、パワー C、走力 D、権力 D、守備力 C、呼吸 B、特殊能力は、怪我しにくさ B、早球 A、走塁 A、早球 B、フルヒッター、固め打ち、粘り打ち、満塁男、逆境丸、チャンス G、対左投手 F、選球ですね。まあ、とりあえず今回はこの辺で、実況パワフルプロ野球2018のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。